スーダン内戦にロシア傭兵部隊ワグネル参入、均衡利権狙いか、ウクライナ侵攻作戦の汚れ役に見切りつけたとも。ロシアの傭兵部隊がスーダンに、ウクライナに侵攻したロシア軍の先兵的存在の傭兵部隊ワグネルグループがスーダンの内戦に関わっていると伝えられ、ウクライナ紛争から離脱することになるのか注目されている。アフリカのスーダンでは国軍と準軍事組織 RSF が衝突し、4月に入ってから首都ハルツームなどで激しい戦闘が続いている。そうした中でワグネルグループが RSF 側を支援していると中東のアルジャジーラ通信社が次のように伝えた。ロシアの傭兵がスーダンに、ワグネルグループの役割は何か。ワグネルグループは直ちに声明を発表してスーダンの内戦との関わりを否定したが、アルジャジーラはスウェーデンのウプサラ大学平和と紛争問題研究所のアショク・スワイン所長の次のような談話を紹介して情報を補給している。ワグネルグループはスーダンで存在感を示し、膨大なビジネス上の利権を守るためにも今回の戦闘に参加していることは間違いないだろう。狙いはスーダンの均衡利権。ワグネルグループは政情不安な途上国に武装勢力を派遣する傭兵組織で、これまでリビアやマリ、中央アフリカ共和国などに兵員を送り込んで活動をしてきており、スーダンでも南部の近郊の防衛などに当たってきた。スワイン所長の言う膨大なビジネス上の利権を守るというのは、その均衡をめぐる利権に絡んでのことで、ワグネルグループが内戦に乗じてスーダンの金の採掘から輸出に深く関わる意図があってのことと考えられている。ワグネルグループがどのような形でスーダンの内戦に関わっているか具体的にはまだ明らかではないが、 RSF に対して武器の供与や作戦指導を行うだけでなく、実際の戦闘にも参加している可能性がある。ウクライナ戦線から離脱。実は最近ワグネルグループはウクライナでの戦闘が行き詰まってきたので、その活動目標をアフリカに移すという情報が広がっていた。その発信源がブルームバーグ通信で、3月23日に配信した次のような記事が多くのマスコミに引用された。プーチンの傭兵部隊のプリコジンはウクライナ作戦の失敗からその目標を変える。記事はワグネルグループの指導者のエフゲニー・プリコジン氏がロシア当局から囚人の徴兵を禁止されたり、武器や弾薬の供給が減らされているのに嫌気がさして、ウクライナ紛争への関わりを縮小することを考えているというもので、その代わりにアフリカでの活動に注力していくと消息筋の情報として伝えていた。そのプリコジン氏は14日声明を発表し、ウクライナ侵攻の作戦を終了し、ロシアが計画した成果を達成したことを周知することが理想的だと表明した。これはロシアが侵攻作戦を続けても占領地域を拡大させるのは困難との認識を示し、ウクライナの反転攻勢でロシアが敗北する可能性にも言及したもので、ワグネルグループがウクライナ侵攻作戦に見切りをつけて離脱し、アフリカでの活動に作戦目標を切り替えるという情報を裏付けたものとも受け取られている。もしそうであれば、ウクライナに侵攻しているロシア軍はその先兵的存在で戦闘の汚れ役を受け持ってきた勢力を失うことになるわけで、作戦の行方を左右することにもなりかねない。今後のウクライナ紛争の展開を判断するには、ワグネルグループのスーダンでの活動にも目配りする必要がありそうだ。ロシアの軍事会社ワグネル、中国に武器要請も実現せず、米機密文書。 AC フィナンシャルタイムズ FT は20日、ネット交流サービス SNS に流出した米機密文書に、中国が今年に入りロシアの民間軍事会社ワグネルから武器提供を要請されたが応じなかったとする情報が記されていたと報じた。ワグネルはウクライナに侵攻するロシア軍に協力し、前線に戦闘員を送っている。 FT はワグネルからの要請は、中国が武器提供に応じることについてロシア側がある程度自信を持っていたことを示していると指摘している。 FT によると、文書はワグネルが2023年初頭に中国に軍需品と装備を求めたと記載。だが1月初旬までに中国はワグネルと武器導入に関して接触していないとも報告している。
機密文書にはワグネルがベラルーシやシリアからグレネードランチャー、敵弾発射機などを購入したことも記されていたという。米国のブリンケン国務長官は2月中旬米メディアのインタビューで、中国がロシアに対し殺傷力のある武器の支援を検討しているとの分析を示している。反転攻勢の時期、軍が宣言することはない。ウクライナ国防省幹部、ロシア軍は新部隊を配置か。ウクライナ軍が近く行うとみられる大規模な反転攻勢について、国防省の幹部は開始時期を明言しないと明らかにしました。ウクライナメディアによりますと、国防省のマリャル次官は19日、ウクライナ軍が東部の激戦地などをめぐって近く始めるとみられる反転攻勢について、明日反撃を開始するなどと軍が宣言することはないと明言しました。その上で、反転攻勢はウクライナ全土の解放に向けた大規模な取り組みになるとも明らかにしています。一方、イギリス国防省は20日、プーチン大統領が実効支配するウクライナ南部を訪問した際、ドニプロ部隊という新たな組織を激励したと指摘しました。この部隊はウクライナ軍の反転攻勢に備えて南部のロシア側支配地域を防衛する任務が与えられているとみられています。 NATO 事務総長がキーウ電撃訪問、ウクライナの正当な場所は NATO の中。北大西洋条約機構 NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長が20日現地時間、ウクライナを突然訪問した。ストルテンベルグ事務総長はウクライナの NATO 加盟の遠い性を強調し、ウクライナのゼレンスキー大統領と意見を一致した。またウクライナがロシアに勝利できるように支援を続けるという意思を再確認した。ロイター AFP 通信などによると、ストルテンベルグ事務総長は同日ウクライナの首都キーウでゼレンスキー大統領と会談した。ゼレンスキー大統領は共同記者会見で、 NATO 加盟国の国民とウクライナ国民のほとんどが我が国の NATO 加盟を支持する今が適切な決定を下す時とし、 NATO がウクライナを同盟に招待する政治的決定を下さなければならないと促した。またウクライナはいつ NATO の加盟国になれるのかを知りたいと NATO 加盟に対する強い意思を示した。ストルテンベルグ事務総長は、明確にする、ウクライナの正当な地位はユーロ大西洋家族であり NATO とし、時間が経てば我々の支援がウクライナにこのことができるように助けると答えた。また7月の NATO 首脳会議でウクライナの加盟問題が重要な案件として扱われると説明した。ストルテンベルグ事務総長は、 NATO の優先順位はウクライナが戦争で勝利することだと述べた。そして、これまで NATO 加盟国が数万人のウクライナ軍を訓練し、軍事支援だけで650億ユーロ、約9兆5600億円を提供してきたとし、今後も変わらぬ支援を約束した。ゼレンスキー大統領は、勝利のために NATO 加盟国が兵器支援にさらに積極的に乗り出すべきだと求めた。今回のストルテンベルグ事務総長のウクライナ訪問は、昨年2月のロシアの全面侵攻以来初めて。クレムリン宮殿のドミトリー・ペスコフ報道官はこの日、記者団との電話会議で、ストルテンベルグ事務総長のウクライナ訪問について、ウクライナの NATO 加盟阻止は依然として特別軍事作戦の目標の一つとし、そうでなければこれは韓国の安保に深刻な脅威になるためと懸念を示した。今回訪問後、ウクライナの NATO 加盟の可能性を予想してほしいという要請に対しては、そのような観点に対する評価を持っていないとし、コメントを避けた。ロシアは昨年2月、ウクライナの NATO 加盟推進が自国の安保を脅かすという名分を掲げてウクライナに侵攻した。ウクライナは昨年9月末、ロシアの占領地合併後、NATO への迅速な加盟を公式申請した。